新しい世界で待ってるか。どういう意味なんだろう。もしかしてプラネットに今までなかった新しい空間ができたのかな。え、素敵。うん、でもそんなことがあったら大騒ぎになってるんじゃない。じゃあお店の名前とか、新しい世界っていう名前のカフェなの。なるほど。うんうん、ありえる。みんなに聞いてみよう。新しい世界っていう名前のお店、あん、聞いたことある？あん、知らないです。そっか、何か思いつかない？大丈夫、なんとかする。二人ともお仕事の休憩中にありがとね。どうだった？サラとローズは聞いたことないって。しおりも知らないみたい。アンちゃんとキューピッドちゃんも。ほにゃー、困っちゃったね。そうだ、何？甘いもの食べてリフレッシュしよう。賛成。それにしても急に予定を変えちゃうなんて、ジャジーズってば自由で気まぐれだよね。出会った時からそんな予感はしてたじゃない。じゃない？へえ、ジャジーズキャッツアイとはどんな出会いだったの？キラピカジューンのユニットを組むことになって、噴水広場で曲を作ってたんだ。お互い好きなメロディーを口ずさんでたんだよね。そしたらどこからともなくジャジーズが現れて急に歌い出したの。君がいつかまた笑顔取り戻すために歌うよ。声を上げて。ジャジーズは私たちの音楽に引き寄せられたらしいけど、私たちも彼女の音楽に夢中になった。キラキラピカピカ素敵、絶対に一緒にやりたいって思ったの。キャー、ドラマチックでしょでしょ。でね、その時にできた新曲がブランニューワールドなんだ。ねえルリー、ブランニューワールドって新しい世界って意味だよね。あ、そっか、ジャジーズはこの曲のことを言ってるってこと？だとすると、ジャジーズが待ってる場所は、行こう。うん。ジャジーズ、やっぱりここにいた。楽しみね、今日この場所で私たちの新しい世界が始まるの。急に待ち合わせ場所を変えるなんて困っちゃうじゃない。じゃない？初めてブランニューワールドを披露するこのステージでユニットをお披露目したかったのよ。だったらもっと前に行ってよ。ポロ、私伝えてなかった？ごめんなさいね。ジャジーズらしいだね。さあ始めましょう、私たちの新しい世界を。スウィングしてハートを揺さぶるよ。ドレシア、無事に見つかったみたいね。よかったわ。二人のドレス、すっごくかわいいです。夜景みたいにきらめいてて、黒いファーコートが大人ゴージャス。ありがとう。ハナ、ユニットのお披露目なんだけど。ここから配信しちゃおう。うん。じゃあまずはステージから。ブランニューワールド。でもいいんでしょ。 Shot to break
始まったね。私たちの新しい世界。